日本関東地方東京都東京都島諸,諸部東京都島諸部東京都島諸部は東京都の区域のうち当初の部分である伊豆諸島及び小笠原諸島がある東部ないし伊豆諸島と小笠原諸島を合わせて伊豆小笠原諸島とも呼ばれるまた書が日本の常用漢字ではないため当初と混ぜ書きされることもある東京都の区域は本州の部分の 東京地方と東諸部があり、前者、東京地方は23の特別区で構成される、東京特部と多摩地域に分けられる。東諸部は南北1 2 0 0トルにわたって続く。このような地理的事情から、都では都域を23区、多摩、東諸の3地域に対別することが比較的多い。南方5 0 0トルには北マリアーナ諸島があり、 排他的経済水域が接している。南方諸島とマリアナ諸島により、太平洋とフィリピン海が分けられている。大島市長、三宅市長、八丈市長、小笠原市長の四市長二丁七、村が置かれている。いずれも江戸時代には天領であり、二来山大干所あるいは島奉行が管轄していた。1871年の廃藩置県後には、足柄県、 1876年には静岡県の所属となったが、軍事上の重要性や伊豆諸島の経済交流が東京に結びついていた事実もあり、1878年には東京府の直轄地となった。1896年の軍政施行時には軍に属していなかったため、住所に軍名は表記しない。東京都議会では東部全域で東部選挙区を構成し、 衆議院の小選挙区では、品川区、大田区北西部と共に、東京都第3区の一部をなす。ナンバープレートは、東京運輸支局の直轄地域で、品川ナンバーが交付される。父島列島、母島列島1、民間人がいる友人島、二民間人がいない友人島、3、無人島伊豆諸島と小笠原諸島を総称した島所部には、地理上、 政治上の理由から様々な故障がある。東京諸島という名は東京都の外閣団体である東京諸島観光連盟が積極的に使っている。ただし、観光連盟という組織の性質上、具体的な島については民間人の住む11島についてのみ述べており、火山列島などについては扱っていない。かつては伊豆七島観光連盟と称していたが解消され、 伊豆七島以外の青ヶ島村や小笠原村も加盟している。南方諸島は南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、南方連絡事務局設置法、小笠原諸島振興開発特別措置法などの処方規では小笠原群島、西の島、火山列島と定義されている。これらは 小笠原諸島のうち離れた位置にある南鳥島、沖の鳥島を除いた島々である。ただしこの2島も南方諸島及びその他の諸島という表現で一括して扱われている。これに対し日本水路協会では伊豆諸島、小笠原諸島をすべて包括して南方諸島と称している。この場合は東京都島諸部や東京諸島と同義である。 ありがとうございます。